夢は二人のおばあちゃん雑談動画。はい、すずです。このチャンネルはですね、チーとすずの二人のカップル、同性カップルの Vlog を上げているチャンネルになります。この動画についてはすずがメインに雑談をダラダラと話す動画になってます。よかったら概要欄から、メインのサイトに行ってみてください。はい、挨拶を考えようと、まだ考えてないんですけど、ちいさんと一緒にやるときに、挨拶を、二人の挨拶を考える動画を撮りたいなと思ってます。はい、今日は動画の紹介、二人でやってるのとか、撮ってる動画の紹介と生活面とか休日のことをちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。動画の紹介なんですけど、さっきお伝えしたようにメインのチャンネルの方で Vlog を上げてます。2人のお出かけとか旅行の動画、あとはディズニー、サンリオとかのテーマパークとかに行った時の動画を編集してあげてます。で、この他にはフィギュア紹介とかオタクグッズ紹介してるチャンネルと、ゲーム実況の動画を上げています。ゲーム実況主に私です。で、たまにコラボでちーさんが肉汁餃子っていう名前でやってて、私がモノだっていう名前でやってる、ゲーム実況があります。これ今不定期かな、不定期週1で私が上げてて、不定期で配信やってたりとかをしてる感じですね。パソコンの動画を、パソコンのゲームがメインでやってて、私が結構ネット関係全部私ですね。発端は。やろうっていうのは大体私がやりたいなっていうので付き合ってもらったりとか、勝手にやったりとかしてる感じです。はい。よかったら概要欄から見てもらえると嬉しいです。そうなんです。ネット関係とか、YouTube 動画に関して、機械物かなに関しては大体私、発案とか企画みたいな感じのが多くて、そうね、ちーさんはどちらかっていうと、もう完全に私の中女の子って女の子みたいな化粧品とか服屋さんとかそういうお店とかめっちゃ詳しいんですよ。だからどっか出かけたいっていう時に、こういうの見たいんだけどなって話した時に、こういうお店とかここら辺とか、そういうのを考えてくれるのは結構ちーさんが多い。オフの時大体ちーさん考えてくれたりとかすること多いかな。こうやりたいみたいな発案を私はしたりとか、調べ物みたいなのは私がしてるけど、その場所とかやっぱりね、流行ってるものとかがあんま分かんないから、そういうのを C さんがメインで教えてくれたりとかしてますね。そういうので2人で休日決めたりとか、あと生活面って言ったら、そうだね、洗剤とかさ、ほんと化粧品とか、そういうメーカーものとか本当に分かんないですよ、私が。そういうのは結構選んでもらうの完全に任せちゃったりとかしてますね。特に化粧品、本当に分からないんです、私、化粧品が。ただ、分かんないのに合わない化粧品がすげえ多くて、アルコールのダメだったりとか、
まあ、有名なやつでも肌荒れちゃったりとか結構するので、なんかいろいろ調べてくれたりとかして、そういうの使ったりとかしてる、してます。服もそうだよね。本当ブランド分かんなくて、ブランドっていうか会社の名前が本当に分かんなくて、で最近だったらゴースローキャラバンの服が見たかったんだけど、その名前が分かんなくて、なんかキャンプっぽいズボンとか売ってるお店とか行ってそういう感じで探してもらったりとか、そんな感じですね。私たちはどうなんだろう、結構デート動画って結構あるけど、デートってどっちが決めたりとかしてるだろうね、みんな。行きたいとこあるって2人で決めるタイプと、なんか片方行きたくて、ああじゃあ行くよってタイプといるやんね。で私たちはね、都内だから、都内っていうか近郊だから、電車、基本電車だから車乗らないんですよ。だから動きやすいっていうのはあるかもしれないね。その中の、あ、タイマーかけてなかった。そのここに行くっていう、もうなんか首都圏か近郊で決めたりするからあれなんだけど、もうテーマパークとかが多いし、行くときって休日。他の人たちはどうなんやろな。ツイッターとかで見つけて、あ、ここ行こうかみたいな感じなのかな。車持ちさんの話とかがすげえ聞いてみたくて、私は免許持ってて、じいさん持ってないんだけど、でペーパーなんですよ私、すごい。車持ってないからレンタカーでなんかちょっと行ってみたくて、遠くに日帰りとかで。でバイクの免許は中型を取ったんだけど、そのでバイクで行きたかったんだけど、ちょっとバイクで、その何だろうな、中型で2人乗りって結構怖いじゃないですか。結構後ろに乗ってる人確実に事故ったら死ぬんですけどそういうのもあるし、一式そのライダースーツとかかなり集めなきゃいけないっていうのもあるし、夏場がもうマジで行けない、一人でも結構きついんだけどバイクのそれこの年齢で二人乗りって考えたら結構リスクが高いなと思って、だから遠出、バイクの遠出ってやっぱちょっと怖いなっていうのがあって、結構できなかったんですけど、まあバイクのこともあるんだけど、そう車の方がやっぱいいのかなと思って、安全も考えたら、だから車でちょっと遠出できるようなプランとか。ちょっと考えてみたいなとか思ってるんですよ。あとはその今後ね、ワンちゃん、めっちゃ軽くなった、ワンちゃんをお迎えしたいっていう気持ちはあって、でそしたらなんか車で一緒に行くことになるじゃないですか中型か小型かとかだったら、だから車でちょっと小旅行みたいなのとかできたらいいなって思ってるんですよね、私個人で。まあでもまあそう、バイクだと後ろの人もずっと寝れないから、帰りとか結構やっぱ電車の中で小さな寝てること多いから、バイク怖いじゃん、ちょっとそういうのって。だから車だったらまあ助手席で寝てくれたらまあそれでいいじゃん別に。だから車で結構デート行ってる人の動画とか見ていいなーって私見てるんだけど、車載動画とかね、あれめっちゃ憧れる、今めちゃめちゃ憧れてる動画の旅行の一つですね。買うか、車を買うとかってなるとまたちょっと変わってくるから、レンタカーって考えてるんだけどね。今住んでるところ駐車場とか考えるとやっぱ高くついちゃうし、ガソリン代とか維持費とか考えると、そんなにやっぱ車都内だと乗らない、本当乗らないんで、
行きたいのがコストコと埼玉と静岡かな、あと千葉、房総とか仙台とかね、行けたらいいよね。そう、そこら辺のちょっとやっぱ遠出になっちゃうやつとか、あの物買って帰る時とか、そういう時に車旅行いいなってちょっと画策をしています。二人でやってることの話がやりたいことの話になってしまったもうやってることは本当にもう、そう、前回も話したけど、かなり普通の生活してます。あの特に同性だからっていう、まあ、クラブとかね行かないんですよ。あとセクマイカフェとかね、1回だけ1回2回ぐらい行ったのかな、けどあん普通のカフェ行っちゃうあんまりその通ったりと、新宿に通ったりとか、酒飲めないんですよ、あのちいさんが。だからあんまり行かないし、集まりも出なくて、本当に普通の生活をしてます。え、どうなんだか、セクマイの人で本当に普通にというか、酒飲まないタイプ、何してんだろうな休みの日カップルで。あ、でもご飯とか行ってるよね、動画見てると。ショッピングしたりとか、まあ、ディズニーとか行ってる人多いよね。うん、でもトーク動画がやっぱ多いかなって思いますよね、あのセクマイさんの見てると。あと生活の動画か、まあ再生数いいしな日常生活やっぱ気になるのかな、みんな何してるんだろうとかかな。そう、どんなんが見たいんだろうって思うことはある。でもキャピキャピしないからな私たちその生活は本当に至って普通ですね。私が結構完全に今リモートだから、レティさんが週1リモートで、リモートの日は一緒にご飯食べて、まあ、ほぼパソコン向かって仕事してて、私が仕事してる時本当に喋んないからほぼ無言なんだけど、たまにあのちいさんが横で、あの見て見てつって、あの携帯の面白いツイートとかを見せてくるとかかなり普通で、夜はあの今ご飯夜食べてないんですよね。夜は普通にもう終わったら、私はあの歩きに出たりとかしてて、ウォーキングかで、あのおねずたちのお散歩をして寝る、あお風呂入って寝るみたいな、もうほんとそんな生活、普通めちゃくちゃ普通の生活してる。で土日は、そうだね、土日最近はちょっと体調が悪かったから、お互いその出てなかったけど、基本は土曜日出たいなって話はしていますね。あ、日曜日疲れちゃうからうん、あの服を買いに行ったりとか、何してんだろうね。ご飯、美味しいもの、そう、美味しいものが食べに行けない時は、そう、体調が悪くてね、食べに行けない時はあまり出ないねって話になったんですよ、この前。意外とその食べたいものをメインに探して出かけるから、食べれない状況の時ってあんまり出ないね、出かけなくなるねっていう話をしてた。出かけない時はもう家で、ほぼ YouTube だよね。午前中 YouTube 見てほんと終わるもんね。うん、 YouTube 見て、溜まってたアニメ見て、であのこれから始まるじゃないですか、ディズニーチャンネルで、あのロキ、マーベル好きだから映画見たりすると終わっちゃうよね、一日。本当になんかそんな感じの生活をしてますね。はい、ということで今日はちょっと長めでしたが、まあ動画の紹介と2人で、まあ、やってることとかやりたいことの話になっちゃったけどこんな感じの生活をしてますっていう話ですね、をしました。はい、車の話聞きたいよななんかいないかな、フォロワーさんに。はい、ということで今回はこんな感じでお話をしていきました。雑談の動画でした。